オーフスでのマルコ・ミンネマン。マルコ・ミンネマンはドイツのドラマーであり、作曲家であり、マルチプレイヤーである。カリフォルニア州サンディエゴ在住。マルコ・ミンネマンは多数のソロ CD を発表している。それらのほとんどですべての楽器とボーカルを演奏している。彼はインターディペンデンスと呼ばれる非常に高度なドラムテクニックを開発し、それぞれの足、 または手を使って様々なパターンを演奏できることで知られており、このコンセプトを解説する何冊かの指導書を出版している。ミンネマンはアダルトスイムで放送されたティトマウスのアニメーションシリーズメトラカリップスで追加ゲストとして声の出演をした。2011年にはマイク・ポートノイが2010年にバンドを脱退した後に行われたドリームシアターの一連のオーディションにおいて 準優勝している。ミンネマンは他のいくつかのグループとも共演している。1992年から1998年まではドイツのクロスオーバーバンドフリーキー付近ウィアードウスのメンバーとして4枚のアルバムを録音し、1998年から1999年までドイツのロックバンド H ブロックスのメンバーとしてアルバムフライアイズを録音した。 2011年から2016年までは、スティーブン・ウィルソンのスタジオバンドのメンバーとなり、時には彼のツアーバンドのメンバーも務めた。ロックグループ、ジ・アリスト・クラッツのメンバーでもあり、2013年からは、ジョー・サトリアーニとも共演している。現在、彼は、ニック・ベックスのプロジェクトである、ザ・ミュート・ゴッズのドラマーでもあり、アルバム、トゥ・ナッシング・ティル・ユーヒア・フロム・ミーに参加している。 2017年後半、新たなプログレスーパーグループのザシー・ウィズ・インに参加し、2018年のアルバムとツアーに参加した。イリーガル・エイリアンズ・マルコ・ミンネマン、マリオ・ブリンクマン・マリオ・ブリンクマンファビオ、トレンティーニー・ミンネマン、ブリンクマン、トレンティーニー、ジマー・トレーガン・マイク・ケネリー、マルコ・ミンネマン・ファイ、ヤン・ゼク・ウィズ・マルコ・ミンネマン・ユー。 Z プロジェクトジアリストクラッツマルコ・ミンネマン&、シロー司令トニー・レビン、マルコ・ミンネマン、ジョーダン・ルーデス・マイク、ヘンダーソン・ウィズ・マルコ・ミンネマン・プレニー・ザ・ミュート・ゴッツ・ザ・シー、ビズ・イン1990年代、2000年代、2010年代。ありがとうございます。